ミーカ・アンティラは、フィンランド出身のコ・ドライバー。WRC の最多出走記録保持者であり、ヤリー・コール・マティラトバラのナビを務めていたことで知られる。1999年に WRC デビュー。もともと、ミッコ・ヒルボネンのナビを務めていたアンティラは、2003年のラリー・ドイチュラントでラトバラと出会う。2006年から2012年までフォードのワークスチームに加入した後に、2013年から2016年まで、フォルクスワーゲン、2017年から2019年まで、トヨタに在籍した。ラトバラと同様に、前人未到の記録を残しており、2018年ツール・ド・コルスにて、WRC のコ・ドライバーの歴代、最多出走記録である197戦を達成し、同年ラリーイタリアサルディニアで200戦に到達した。2019年のシーズン終了後ワークスシートを失ったラトバラとタモトは勝ち、2020年は若手のエリック・ピエタライネンとコンビを組み、ローカルラリーを中心に参戦する。ミカンタラさんのツイート2019年10月4日のツイート。ありがとうございます。